米国政府が北朝鮮との直接対話に必要な条件が、非核化であることを改めて強調した。米国防省スポークスマンは27日の定例会見で、ドナルド・トランプ大統領が前日、適切な条件だけでなされると述べたことに関する質問に、我々の条件は非核化だと答えた。スポークスマンは、 我々の大北政策に変化はない。この政府の初日から最大限の圧迫と朝鮮半島の比較化を話してきたとしながら、今後、比較化に向けて取るべき措置についてもお話しすると述べた。また、中国も、日本も、韓国も、多くの国家が同意していること。我々はこれを固く支持すると強調した。 続けて、北朝鮮がシリアに化学兵器を供給していたことが発覚したことに、米国が長い間、憂慮していたこととし、北朝鮮は切迫した状況になれば、犯罪政権を支える上で、使用する資金を設けるために以前と違った創造的で恐ろしい方法を探すと悲観した。また、 北朝鮮がシリアと呼ばれる場所に科学兵器の材料や物品を売っているならば、これもまたその政権の堕落性を見せることだ。我々が世界を代表して比較化政策を支持するのもこのためと説明した。